クジラのコラは佐上に歌うは、梅田アヒによる日本の漫画作品。ミステリー・ボニータにて、2013年7月号から連載中。略称は、クジズナ。週刊少年チャンピオンで活躍していた梅田アヒによる、砂漠戦記。砂の海に浮かぶ巨船、ドロクジラの民の運命を描き、超能力、情年度を操る短命の、陰と層ではない、無印の存在。 住民は、外の世界を全く知らないこと、また砂の海に浮かぶ、全史文明の遺物など、多くの秘密をはらんだ世界を舞台に、記録係の少年着ロの物語が展開していく。本作は、作者の梅川姫が、古い路地にある見るからに怪しいお店で見つけた、外国人、着ロ氏の日記を編纂、漫画化したという設定で綴られている。この漫画がすごい。 2015を女編において10位にランクイン。次に来る漫画大賞にノミネートされている。2016年に舞台化され4月に初演。2018年1月から2月に再演。ライブビューイングもいった。2017年にアニメ化された。なお、ミステリーボニータ連載の作品がアニメ化されるのは2007年に放映された身寄りの森以来であり10年振りとなる。 砂がすべてを覆い尽くす世界。砂の海に浮かぶ巨大な漂白船、ドロクジラでは、感情を発動源とする超能力、常年度を持つ、陰と呼ばれる人々と、能力を持たない、無印と呼ばれる人々が共に暮らしていた。ドロクジラの住人は9割が印であり、彼らは、皆一様に30歳前後で寿命を迎える、短命であった。外界から閉ざされた、ドロクジラで、 短い一生を終えるその運命を受け入れる印の少年、チャクロは、ある日、突然砂の海に漂着した廃墟船の中で一人の少女、リコスと出会う。チャクロは、リコスをドロクジラに迎え入れ、ドロクジラで共に暮らさないかと持ちかけるが、直後に、外の世界から一方的な襲撃を受けた。辛くもこれを退けた後、リコスから襲撃者は、彼女の個国。 帝国の軍隊であることが知らされる。一方、泥ラの新首長となった無印の青年、スオは指導者組織である長老会から帝国は泥ラの住人のその故郷であり、泥ラの人々が竜渓州の末裔であることを聞かされる。長老会は泥ラを砂の海に沈めて罪を生産しようとするが、スオはこれにことを唱え、 チャクロたちドロクジラの若い民や帝国を離脱したリコスの協力を得て、交戦の道を選ぶ。帝国との再戦の末、ドロクジラは帝国の手が及ばない、新天地を目指し砂の海の果てへと舵を切った。第三勢力、スイデラシア連合王国に属するアモンドギア工領の青年貴族、ロハリド一党を仲間として迎え入れた矢先、チャクロラは印の短命の原因が、 ドロクジラが要する魂形、ファレナにあり、ファレナが命を吸うために印は短命になるという真実を知る。スオーをはじめとする無印の人々はあまりにも残酷な。この事実を否するとともに、自らをかけて印を守ってゆく、無印の誓いを立てる。やがて、ドロクジラは、アモンドギアにたどり着き定住の交渉に臨んだが、交渉は決裂し、無印たちは、 人質として囚われてしまう。事態を知った、着路立ち印は無印を救出するため、一時泥クジラを離れアモンドギア領内へと侵入する。声はアニメ版、縁は舞台版キャスト。サリガリロサオルカが島で一番お世話になった女の子。オルカが帝国に帰還するきっかけを作った。射殺される。ウィリデ・ウィオラ本島の子で孤児。アルブスが引き取り。 きとリの島に連れてきた。実の兄を目の前で亡くし、アルブスが見つけた時は、兄の亡骸の側にうずくまっていた。オルカのことをお兄ちゃんと呼び、慕っていた。刺殺される。逃げるオルカの一番の友人であり、ロサの婚約者だった。刺殺される。アルブス本人曰く、剣豪として名を馳せる。オルカの顔の斜めの傷は、彼が死ぬ間際につけたもの。 視察される。カエルラ料理上手で世話好き。女性。息子と一緒に視察された。コックムカエルラの息子、甘えんぼ。ルベルオルカの靴を作った。フクシア・アキルス・プルルス・グラウカ・インカーナ・プルム夫妻、クロセウス重殺された。同名タイトルの舞台作品が、2016年4月に、アイーア2.5シアター東京で上演。2018年1月から2月に再演され。 最終公演はライブビューイングが行われた。脚本、演出は松崎文也、主催は a b e x エンタテインメント、オフィスエンドレス。2017年10月から12月まで東京 MX 他にて放送された。インターネットではネットフリックスにて2017年10月8日より日本で2018年3月13日に全世界で配信。 ありがとうございます。